激辛ジョニーです。今日もみんなの心に火をつけちゃおうぜ。やってきましたはい、おなじみのいもちシリーズですけども、はい、いもちチャンネルへようこそ。いもちチャンネルじゃないわ。いや、いもちチャンネルです。いつからいもちチャンネルになったんだ。最初からです。いや、激辛、激辛ジョニー。スパチャありがとう。あ、やめろ。今日も激辛食べていくんですけれども、はい、今日はどこに、大久保ですね。そうです。お、珍しい。今日はちゃんと言いましたね。金タツライ、これね、なんか言うとね、お店のなんかお花の名前なんですかね、金タツライって。はい、らしくて、まあ、韓国料理屋さんでよろしいですかね。韓国料理屋さんということで、で、今日食べるメニューがですね、結構パンチが効いてます。初めてじゃないですか、この激辛ジョニーチャンネルで、紹介するのはキムチ鍋です、今日。はい、こちら、このキムチ鍋を今日がターゲットということなんですけれども、なんとナインティナインの岡村さんと東野さんがやってるテレビ旅猿で紹介された商品です。キムチ鍋、どんな唐辛子を使ってるんですか。一番辛いのがらし、怖い怖い怖い。下に汗をかきながらびっちょで食べていきましょう、はい、じゃあ早速、注文していきましょうか。はい、すいません、お願いします。はいはい、キムチ鍋、これ辛さマックス、激辛大丈夫ですか。本当に辛いんですよ。任せてね。完食できない人とかいますかね。ほとんど。ほとんど、はい、できないです。え、本当に、はい、それぐらい辛いと。そうです。おお、食べれますか。コーナーちゃんは食べれないんです。え、それでいこう。はい、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、今日はね、はい、こうやって、はい、オーナーさんが来ていただきましたね。あの、よろしくお願いします。オーナーの池田さんと田中さん、はい、おもてなしに行かれてますね。おもてなし、カムサンミダー、カムサンミダー。お、来ました。おっさん、うわー、これが芋木さんですね。でも、こういうの、あー、OK。どうですか。これ入ってるのもやしに豚肉、ネギ、ニラ、豆腐、玉ねぎ、いろいろ。オッケー、キムチ餃子も入ってるか。じゃあちょっとこっちの激辛もいってみます。いただきます。鼻に突き抜けるこの辛さ、うん、なんですけど、しっかりね、この豚肉の出汁が効いてて、まあ、うまいですね、これ。激辛の方食べます。はい、食べる。こっち食べます。いただきます。後から来る、やばいよね。最初は美味しいんだ、後から辛くね、辛っ。もう来た、早い、いいね、これ、この汗がものが美味しく食べられる辛さですね。そうですね。あの、よくなんか結構その科学的な辛さとかあるじゃないですか、ソースとか、はい、ああいうのじゃなくて、しっかりなんか素材でこう辛さが出てるんで、そう、美味しく食べます。もちろん辛いですよ。もう辛いですよ、これ。辛いですよ。そもそも食べられる人がいないぐらいですよ。ほぼゼロ人生です。めっちゃ味噌気持ちどうだ。終わりだ。はい。どうすか。もちもち。風味がする。おー。もちもちって言うんですけど。
安心ですね。じゃあ、ちょっと手打ち餃子。これね。いただきます。あっつ。あ、これ結構量ありますよね。やばいね。まだまだ量ありますから。ほら、こんなに色や。お肉も大量にあります。今日撮影してる日の気温が最低気温3度なんですよ。マジで3度なんです。その格好やばくない？確かにご飯が欲しいわ。味が半端だから。どこ映してんだよ。どこ映してんだよ。おい、デザート何があるんですか？杏仁豆腐。杏仁豆腐。マジ辛いから。飲まないんですか？飲めますよ。飲めます。よし、残りのスープで。残りのスープで飲みましょう。よし、います。一つの鍋の中に野菜も入って、お肉も入って、餃子とか入って、しっかりね、栄養バランスも美味しく食べました。そんなにね、お肉も脂っこくなくて食べやすいですよ。柔らかかった、美味しかった。一人前の量が多いんでね、がっつり食べたいよっていう方が辛さレベル発表しましょう。あ、じゃあ井口さんの方から通常レベルの。じゃあ辛さが家族みんなで食べられる辛さ。ジョニーが食べたものこっちは、辛さレベル、じゃじゃん、辛さレベル7です。おめでとうございます。辛さレベル7。いや、結構辛い。ただ辛い。いや、これオーダーさんがいないと考えてて、実はいるわけないよ、7だからね、7。今回出演していただいた井口さんのツイッターは概要欄に貼っておきますので、フォローしてください。おい、俺の味の、もしこの挑戦高評価の方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。おい、俺の味の何食べてんだ。俺の味の、チャンネル登録